フォトバルクルブポリテフニカティミショアラは1921年にルーマニア西部ティミシュ県の県とティミショアラで設立されたサッカークラブである。サッカー以外にもバスケットボールやハンドボールクラブも存在する。同じティミショアラを本拠地とし山本領が所属した FCCFR ティミショアラやベーラグッドマンなどが所属した CS ティミショアラ。 ウタアラドやディナモブカレストに対しては、ライバル視する一方で、ラピドーブカレストやドイツのボルシアメンヒエングラートバッハとは、ファン同士の間で、友好関係にあった。2012年に解散した。1921年に、ティミショアラ工科大学によって、ソシエタテアスポルティバポリテフニカとして設立。 第二次世界大戦勃発までに、同じティミショアラに本拠を構えるリペンシアやチネズル、といった競合に肩を並べるまでになった。敗戦後の1948年には、ティビジア A に、初めて昇格、シエシウーティミショアラとして、最初のシーズンを迎えた。1950シーズンは、シティンツァティミショアラとして参戦した。翌1951シーズンは、 リーグ戦12チーム中再開に終わり降格したものの、わずか1年で、ディビジア A に復帰、1958から59年まで居続けた。1959から60シーズンは2度目のディビジア A 復帰が実現し、わずか1年で戻ってくることになった。1963から64シーズンは、14、チーム中13位に終わり3度目の降格。 翌1964から65シーズンには3度目のディビジアへ復帰を果たすなどエレベータークラブとしての歴史を歩む。シュティインツァ時代には1957から58シーズンのクタロムニエでプログレスルブカレストを1から0で下し初のタイトルを獲得している。1966から67シーズンからはポリテフニカティミショアラに解消。 1977から78シーズンにおいてリーグ戦を3位で終えたため UEFA カップ1978から79への出場がヨーロッパの舞台に初めて立つことになった。1回戦はハンガリーの MTK イコールベレシュメテオルに勝利したものの2回戦は同じくハンガリーのブダペストホンベイドに敗退した。 二つ目のタイトルは1979から80シーズンのクタロムニエである。決勝戦でステアウアブカレストに延長戦での逆転ゴールが決まり2から1で勝利した。翌1980から81シーズンには UEFA カップウィナーズカップに出場。一回戦はスコットランドのセルティック FC に勝利したものの二回戦は イングランドのウエストハムユナイテッド FC に敗退した。クパロムニエでは、ウニベルシタテアクライオーバに0から6で敗れ、準優勝に終わった。翌1981から82シーズンの UEFA カップウィナーズカップは、予備予選から出場したが、東ドイツのロコモティーベライプツヒに敗退した。ポリテフニカティミショアラは、 ディビジア A に1983年までの10年間在籍した。その後、ディビジア A とディビジア B を行き来するエレベータークラブになり下がり、具体的には1984年、1987年、1989年の3度の昇格、1986年と1988年の2度の降格を経験した。 1989年のルーマニア革命の後、UEFA カップ1990-91に出場。1回戦は、スペインのアトレティコ・マドリードに勝利したものの2回戦は、ポルトガルのスポルティング CP に敗退した。UEFA カップ1992から93において、1回戦のレアル・マドリードと対戦。 地元ティミシュアラで行われた第一戦では1から1の引き分けに持ち込み検討したものの、第二戦では0から4の惨敗を喫した。1993から94シーズンは18、チーム中17位に終わりディビジア B に降格するものの、わずか1年でディビジア A に復帰する。しかし、1996から97シーズンは18、 チーム中17位に終わり、ディビジア B に降格。その後、ディビジア A に戻ることはなく2001シーズンには、ディビジア B セリア2で16チーム中再開に終わった。ため、ディビジア C に降格した。2002年、エク・ブカレストは、初のリーガ1昇格を果たした。エクのオーナーアントン・ド・ボシュは、本拠地を、ティミショアラに移転、クラブ名をボリテフニカエク・ティミショアラに解消。 地元当局やポリーテフニカファンの支持を受けて2002から03シーズンに臨んだが16チーム中14位に終わり降格すると思われたしかし2003年にアストラプロイエシティがペトロルプロイエシティに吸収される形で合併グロリア・ブザウとのプレイオフの末にリーガ1に残留した2003から04シーズンはチームとして より成熟し、毎シーズンの反省から学んだ結果、2シーズン目で8位という立派な成績を残した。2004から05シーズンからは、F シットポリテフニカティミショアラに解消した。前半戦は苦しみ、ウィンターブレーク前には広角もちらついたが、新スポンサーである、石油生成会社の BKP の登場がチームを救った。 ルーマニア代表のコスミンコントラをアトレティコ・マドリードからレンタルで獲得したり、ビオレル・モルドバンをセルベット FC から獲得した結果、6位まで順位が上昇した。2005年のプレシーズンには、イタリアの強豪ユベントスと親善試合を行い、2から2の引き分けに持ち込んだ。2005から06シーズンは8位だった。2006から07シーズンは無難な滑り出しを見せ、 シーズンのほとんどの期間を5位内で過ごした。しかしフロントはこの結果に不満で4人以上の監督がこのシーズンに指揮を取った。開幕時の監督はソリンクルーズだった。彼は1990から91シーズンにウニベル仕立てやクライオーバでリーガ1を制したが、それはブカレスト勢以外が優勝した最後のシーズンだった。 ステアウアからやってきたステファン・グリゴリエ、ディナモからやってきたダン・アレクサと選手補強にも成功したが、監督は目まぐるしく交代した。2007から08シーズンは好調で、2007年末には3位につけていた。勝ち点32を獲得し、1試合平均の得点は2点を超えていた。しかし、守備陣は安定せず、 前年度を下回りチーム最大の欠点のように思えた。冬の移籍期間にバラージュ・ボルベリーとミロシュ・ブレジンスキーの二人のスロバキア代表の守備的な選手を獲得したが、6位に終わった。クタロムニエ決勝では CFR クルジュに敗れたが、準優勝したことで UEFA カップの出場権を獲得した。57得点は、 クラブ創設から6シーズンで最多だった。さらに言えば、ブカレストの3強2シーズンを通して、負けがなかったチームは、過去30年間で初めてだった。2008年からは、スポーツ仲裁裁判所の仲裁判断に従い、FC、ティミショアラに解消した。また2002年以前のチームカラーと記録については、ポリテフニカティミショアラのオーナーであったクラウディオザンボンを、 支持したため、F シットは、チームカラーと記録を失うことになった。2008から09シーズンは、UEFA カップに、初めて出場したが、1回戦で、パルチザンに敗れた。しかしリーグ戦では、ウニレア・ウルジチェニと最後まで優勝を争い、クラブ最高位の2位になった。2009から10シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグ予選3回戦では、 前年度 UEFA カップ覇者のシャフタールドネツクと対戦した。この格上との試合をアウェーゴール差で逃げ切り、シュトゥットガルトとの本戦プレイオフに進出した。守護神、コステル・パン・ティリモンの攻守などで検討したが、2試合合計0から2で敗れ去った。リーグ戦では5位と不本意な結果だった。2010から11シーズン。 監督交代がありながらも、ヤニスズイクの活躍で、リーグ戦2位となる。シーズン終了後に、財政難が発覚し、リーガに降格処分となり、UEFA チャンピオンズリーグ出場権は3位の FC、バスルイへ移った。ダンパルティヌシャヌに陣取る、ポリテフニカサポーターポリテフニカのウルトラス活動の、原点は、1995年頃にウルバンゲリラ。 グループアウトのもビオラが出現したことが確認されている。永遠のライバルといえば、ウタ・アラドである。双方の対戦は、デルビーコールール・ベストルイと呼ばれ、第二次世界大戦敗戦以降の、ルーマニアサッカー界において、数々の名勝負を繰り広げたと言えよう。他のライバルとしては、ディナモ・ブカレストやステアウア・ブカレスト、少数ではあるが、ウニベル仕立てやクライオーバも挙げる者も,もいる。 しかしながら、ラピド・ブカレストやドイツのボルシア・メンヒエングラートバッハとのサポーター間の交流があるという。ヒストリー。fcupoli.com。U P o L、Com. 2011年8月7日閲覧。シーズン1947から48。ルーマニアンサッカー、ロー。2011年8月7日閲覧。 シーズン1948から49ルーマニアンサッカーロー2011年8月7日閲覧シーズン1950ルーマニアンサッカーロー2011年8月7日閲覧シーズン1951ルーマニアンサッカーロー2011年8月7日閲覧シーズン1952 ルーマニアンサッカー、ロー2011年8月7日閲覧。シーズン1958から59。ルーマニアンサッカー、ロー2011年8月7日閲覧。シーズン1959から60。ルーマニアンサッカー、ロー2011年8月7日閲覧。シーズン1963から64。ルーマニアンサッカー、 ロー、2011年8月7日閲覧。シーズン1964から65。ルーマニアンサッカー、ロー、2011年8月7日閲覧。シーズン1966から67。ルーマニアンサッカー、ロー、2011年8月7日閲覧。イストリアイカペラーロマネスティインカペルウェーローペネ、リスルテートオールタイム。 1970から1980。スタチスティッシュ・ファトブル・ロー。2011年8月7日閲覧。AB イストリア・イカペラ・ーロマネスティ・イン・カペル・エウロペネ・リスルテート・オール・タイム。1980から1990。スタチスティッシュ・ファトブル・ロー。2011年8月7日閲覧。シーズン1982から83。ルーマニアン・サッカー。 ロー2011年8月8日閲覧シーズン1983から84ルーマニアンサッカーロー2011年8月8日閲覧シーズン1986から87ルーマニアンサッカーロー2011年8月8日閲覧シーズン1988から89ルーマニアンサッカー ロー2011年8月8日閲覧。シーズン1985から86。ルーマニアンサッカー、ロー2011年8月8日閲覧。シーズン1987から88。ルーマニアンサッカー、ロー2011年8月8日閲覧。AB イストリアイカペラーロマネスティインカペルエウロペネリスルテートオールタイム1990から2000スタチスティッシュファトブルロー2011年8月8日閲覧シーズン1993から94ルーマニアンサッカーロー2011年8月8日閲覧シーズン1994から95 ルーマニアンサッカー、ロー、2011年8月8日閲覧。シーズン1996から97。ルーマニアンサッカー、ロー、2011年8月8日閲覧。シーズン2001から02。ルーマニアンサッカー、ロー、2011年8月8日閲覧。シーズン2001から02。ルーマニアンサッカー、ロー、2011年8月8日閲覧。 シーズン2002から03。ルーマニアンサッカー、ロー。2011年8月8日閲覧。シーズン2004から05。ルーマニアンサッカー、ロー。2011年8月8日閲覧。アービトレーション CAS2006A-1109SCFC ポライトネケティモソーラ。SAVCSF c ットポライトネケティモソーラ。アワードオブゴーディセンバー2006。 c a 部アービトレーションフォースポーツ r s 2011年8月8日、閲覧。ポリーアイ、A、レトロズ・ドーサールルでライセンシアー、ユー・クライオバ、エクスクルーサ・ディン・ファータブル、サンズ・プレプンオー、ノア・エキパ。イアンクー、ペルソナ・ノン・グラタ。リーガニ、2012年6月1日、閲覧。ありがとうございます。